金星が、なぜ、これほど地球と異なる運命を辿ったのか、その原因となった重要な要素と考えられているのが、惑星の地質活動です。金星は、地球とほぼ同じ大きさで、しかも似たような岩石組成を持つため、当然地球と似たような地質活動を持つと、かつては考えられていました。しかし、90年代に行われたマゼラン探査機による、金星地表面のレーダー観測によって、 地地球とと全く異なるタイプのの質活動を持つことが分かったのです。マゼランの観測結果を要約すると1クレーターの分布がほぼランダムである2ほとんどのクレーターが火山や断層の影響を受けておらず形成当初の形をそのまま残した新鮮なクレーターであるということが分かりましたつまり金星は地球と異なり惑星全体がほぼ同じ表面年代を持っており 数億年前に作られた場所ばかりであることが明らかになったのですこういった観測事実を説明するために2つの仮説が提案されています1つ目は破滅的表面更新説数億年前に金星の表面全体を一気に更新するような非常に大規模な地質活動が生じその後はほとんど活動がなくなって現在の姿になったというモデルです2つ目は平行更新説金星表面は至るところで少しずつ表面を更新するような活動が起きており それによって常にクレーターの生成と破壊が釣り合いを保ち現在観測されるような若い地表が維持されているというモデルですどちらも一長一短ありますが2つのモデルを制約する上で鍵を握るとみられるのが今現在金星は活動しているのかという問題です2010年にサイエンス誌で報告された論文ではヨーロッパの金星探査機ヴィーナスエクスプレスの観測によって風化をほとんど受けていない新鮮な溶岩流らしき場所が発見され その年代が250万年前より若いと見積もられたことから、金星表面に現在でも地質活動が存在する可能性が初めて示唆されました。この時の論文では、金星表面の噴火率が不明だったため、溶岩流の年代見積もりに大きな不定性がありましたが、今年の1月に金星表面の岩石の噴火率を調べた論文が、サイエンス姉妹誌で発表されました。これれによってビーナスススエクスプレスで観測された溶岩流が わずか数千年程度の年代であることが示され、金星表面が現在も地質学的に生きている可能性がさらに強まったのです。また今年の8月にネイチャー・シオサイエンスで発表された論文で、別方面からこの発見を支持する重要な報告がありました。この論文で注目したのはコロナと呼ばれる金星特有の地形です。コロナはソ連の金星探査機ベネラ15号と16号の観測結果をもとに。 1986年に初めて報告された地形です。直径が数十キロメートルから1000キロメートルに及ぶドーム状の地形で金星全体で500個ほど確認されていますコロナの生因は諸説ありますがマントルから上昇してきたプルームが地殻を押し上げその後プルームが水平方向に広がり最終的には冷却して中央部がへこむといったメカニズムが提案されていますコロナのような地形は実は地球ではほとんど見つかっておらず 金星の地殻が地球よりも硬いことやプレートテクトニクスの有無が違いを生み出したのではないかと議論されています今年8月の論文では3次元数値シミュレーションによってコロナの生成過程を調べまた観測データとの比較も行われましたその結果37個のコロナが現在も地質的に活動している可能性があることが示唆されましたこれらの研究を総合すると金星表面では現在も地質活動が継続している可能性が高いことから 破滅的行新説ではなく平行行新説を支持する観測結果といえます。今後も金星の地質活動を解明していくことで地球と金星の運命を分けた原因に迫っていくことができるでしょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回は新しく発見された新種のケ外惑星の話題を考えています。よかったらチャンネル登録もお願いします。それではまた。